の話。の話、〇〇の話は、西日本旅客鉄道、JR 西日本が新下の関駅東、萩駅間を、山陽本線、山陰本線経由で運行する観光列車、臨時列車である。本校では、全身である三鈴市を、西をはじめ山陰本線山口県内を、主な運行区間とした、臨時観光列車についても記述する。 2017年に開催される幕末維新山口デスティネーションキャンペーンを契機に運行を開始し、主に土曜日、休日に運行されている。列車名は沿線の萩、長戸、下関には日本と西洋を引き合わせた志士たちの歴史や文化、海の幸や地酒など、見て、聞いて、感じてみたい様々な話が息づいているということからこの名称がついた。土曜。 休日に新下関駅東萩駅間で運行されており、全車指定席で運行されている。また、往路、新下関駅東萩駅は、長都市駅では、後続の仙崎駅方面の普通列車に接続するダイヤとなっている。なお、畑瀬駅下関駅間と袋、東萩駅新下関駅の長都市駅、 千崎駅間は重複運転となっているが、の話など、下関駅で折り返して、山陰本線と山陽本線を直通する列車に、乗車した際運賃は、下関駅及び、千崎駅で途中下車しなければ、旗西駅下関駅間と長戸市駅、千崎駅間に関しては、不要となる特例が設けられている。新下関駅下関駅、川田那温泉駅。 小串駅、滝部駅、コットイ駅、人丸駅、長都市駅、千崎駅、萩駅、東萩駅。二両編成の専用車両、キハ47型7000万台が使用されている。当日のミスズーシオアヤ用車両を再改造したもの。外装は、西洋に憧れた日本、洋、西洋が憧れる日本、和をコンセプトに1号車が和風、2号車が洋風にデザインされている。 また車体には、洋と和をつないだ海が二両にまたがり、萩市の果実であり天然記念物の原木が、長戸市にある夏みかんの花や下関市の花である浜湯が各所にあしらわれている。内装は、沿線の響き灘や海岸美に配慮し、窓枠を極力大型化したほか、海側に向いた座席が配置されている。その他に、様々なイベントが行われる。 イベントスペースが設置されている。再改造にあたっては、ほぼ無改造だった1号車もにプラス1列の大型テーブル付きボックスシートに改められて、指定席化され、海側の窓が大型化されている。販売カウンターが設置されており、沿線の品々が販売されている。イベントスペースでは、地元の観光アテンダントなどによる沿線の観光 PR や、 特産品の振る舞いなどが行われる。また社内では弁当が販売されているが、どれも事前予約が必要であり、乗車の1ヶ月前から3日前までに、それぞれの販売元に申し込みが必要となっている。山陰本線西部の自治体である山口県下関市と長門市の要望により、2007年平成19年7月より漁師を結ぶ。 観光列車として運行されていた。主に週末に運転されており、沿線の日本海、響灘の眺望に配慮した指定席車両を連結した専用の車両が用いられていた。列車自体に観光要素が盛り込まれており、駅間の風景の美しい3箇所、ビュースポットと称しているで、車窓からの風景を楽しむための一時停車が行われているのが特徴となっていた。 これは質的な先進である、萩、長戸ブルーライナーでも実施されていた。列車名は、長戸市、仙崎出身で、下関市で生涯を送った、同様詩人、金子美鈴に由来し、公募により決定された。2016年、平成28年8月8日、2017年の山口デスティネーションキャンペーンに向けて導入する、新たな観光列車、 の話に、ミスズーシオアヤ専用車両を転用するため、近日中に運行を終了することが決定したと発表され、2017年、平成29年1月29日に運行を終了した。土曜、休日に新下関駅、仙崎駅間に一往復が運行されており、新下関駅下関駅間は、快速列車、下関駅、 千崎駅間は普通列車として運行された。なお、ミスズーシオアヤの運行日以外には、一般型車両を用いて、下関駅、千崎駅間に普通列車が運行されている、長都市駅で列車番号を変更。2007年7月1日の運行開始当初は、新下関駅、下関駅滝部駅、千崎駅間に毎日に往復運行されていたが、 車両検査時は、運休、2013年3月16日の、ダイヤ改正より、現行の運行本数となった。新下関駅、下関駅、畑西駅。この区間は各駅に停車。仙崎駅。下関地域鉄道部下関車両センター。現在の下関総合車両所で改造された2両編成の、専用車両、キハ47型7000番台を用いた。 ね込み鈴の生きた時代にちなみ、アールデコ城のデザインが施されている。車両改造費用は約8000万円で沿線自治体でもある下関市、長門市が負担している。2号車の指定席車両には車内外に大幅な改造が施されていた。海側、長門方向に向かって左側に大きな展望窓を備え、 改造車のため座席と窓の配置がずれている箇所がある床固定式のテーブルが備え付けられていたこのテーブルは移動不可また海側、海向きの指定座席は回転させることができ前後で向かい合わせとすることができたなお1号車の自由席車両は通常この区間を走行する車両とほぼ同等の設備となっていた2013年 平成25年3月15日改正以前は、下関駅滝部駅間の朝の普通列車1往復にも使用されていた。この列車でも2号車は指定席とされていたため2号車に乗車するには指定席券が必要であった。列車名がないため緑の窓口では発見ができなかったため、当日車内で車掌から購入することになっていた。売店が設置されており、 エプロンにミスズーシオアヤと書いてあるメイド服を着た販売員が携帯ストラップなどの限定グッズ、弁当、飲料などを販売していた。また、指定席車両では車内イベントとして紙芝居を上演していた。なお、売店の営業と紙芝居の上演は現在は運行日には毎日行われていたが、2013年平成25年3月15日までの毎日に、 往復運転っていた時期も土曜、休日の1.2号のみ実施されていた。車内で販売される弁当は、数量限定のオリジナル弁当、ミスズーシオアヤ弁当だが、何度か弁当の内容がリニューアルされた。850円で販売されていた頃は10種類のパッケージが用意され、ミスズーシオアヤ1号と休祝日のみ、にて販売されていた。2008年、 平成20年1月26日から5月31日までは JR 西日本によるトレーンプラス山陰本線キャンペーンが実施され内容を変更の上950円で販売されていた。こちらも数量限定であるがミスズーシオアヤ休日のみの他下関駅、新下関駅の各コンコース内うどん店で取り扱っていた。パッケージは ミスズーシオアヤの外観をデザインした、尾崎慎吾、長戸市在住のイラストレーターによるイラストが使用された。2002年、平成14年4月1日から行われた、関門、海峡物語の観光キャンペーンに合わせて、同年4月から6月までの土曜、休日ダイヤに、東萩駅下関駅間で、快速、コバルトブルーが運転され、使用車両は、 帰省本線で運転されていた、木の国シーサイドの車両、十二系、二十四系を改造した、ジョイフルトレインを専用列車として、同編成専用のデジュー系ディーゼル機関車が、牽引していた。二千三年、平成十五年も、同様に運転が行われた。二千四年、平成十六年三月から六月までの春休みや、ゴールデンウィークと土曜、休日ダイヤに、 下関市、萩市及び津和野町など、山口県内の観光地を結ぶ列車として、快速、萩、津和野号が、下関駅津和野駅間、峰線経由で運転された。使用車両は、快速、コバルトブルーと同じく、木の国シーサイド編成が使用された。JR 西日本のディスカバーウエストキャンペーンに合わせて、2005年、 平成17年3月19日から6月26日までの春休みゴールデンウィークや土曜、休日に、萩、長とブルーライナーが運転され、運転区間は新下物関駅東萩駅間で、あるが、大路のみ、仙崎駅を経由していた。一部の区間では、日本海の展望を楽しむために、速度を、 時速 30km に落として走行する区間が設けられていた。JR 西日本の特徴ある列車や鉄道施設など魅力のある線区を取り上げて紹介するトレーン、トレインプラスのキャンペーンに合わせて2008年平成20年5月10日11日にトレーンモンゴーが朝駅、千崎駅間で運転された。途中の停車駅は 長都市駅のみの快速列車で運転され、2両編成の全車自由席で1日1を往復設定されていた。長都市駅では運転記念上車章を配布していた。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。